べ。俺とミオンが組んじまったら優勝確実じゃねえかよ。当然でしょ。優勝で当たり前、競うのはむしろタイムじゃない。おねえ。おお、ケイちゃんとチームを組みましたか。やる。まあね、強そうな相方と組むのが優勝の力だからね。そういうことだ。俺たちは強えぜ。最初に噛みつく相手じゃなかったな。それを噛みつくからには十分な勝算があるということでございましたよ。おじさんとケイちゃんは強いよ。それでも勝算があるぞ。おーおー、お姉が張り切っちゃってますね。まあ、お姉と白黒をつけるいい機会です。俺も忘れてもらっちゃ困るぜ。こいつは作戦だ。ミオンは俺が支援する。あはははは、ケイチさんのお相手は私がしましたよ。トランプの編まれた網で絡め取って差し上げるでございますわ。面白くなってきたよ。どいつもこいつも自分が最強だと思い込んでやがる。みんな綺麗に叩きつけてやるよ。さーて、何秒で潰せるかな。どれ、本当に容赦のないやつだぜ。まあそういうわけよ、シオン。今の私は絶好調。見つけましたよ、二人とも。さっきはよくも怪しげなことを。うわ、監督が怒ってるよ。なんでだろう。
リカちゃんがオットセイの効果を確かめるのに実験したじゃん。あれを根に持ってるんじゃないかな。この入江恭介がたとえ一言であってもメイド服を焼き捨ててもいいなどという言葉を言わせるとは、この屈辱許すことはできません。そんなもの焼き捨てちまえ。聞きましたよ、さっきのひどいいたずらは部活のみんなですね。大人をからかうなんて先生許せません。リカちゃんに聞きました。すごいオットセイでしょう。そのような危険なオットセイはこの入江恭介が没収して世界平和のために有効に利用します。ダメです、入江先生。そんな人心を惑わす存在はこの私が没収します。し、先生方まで飛び入り参加かよ。やるか、見よう。もちろん、先生だからといって手加減期待するな。さて、何秒で潰せるかな。これはどうです。この手が入れるか。あきませんよ。油断しすぎたぜ。足のすぎないな。これはどうです。まだまだ。足のすぎないな。ここからが本番ですよ。ミオンちゃん、それにケイチ君も、二人ともデートかい。そういう富竹のおじさまたちこそ。おいおい、デートじゃねえだろ、向かったろ。そういえば聞いたわよ、リカちゃんが素敵な宝を見つけたそうじゃない。それは我が部の今日の優勝賞品です。あたたちが狙うから足から。あら、なんてことを。鬼ヶ淵村の伝説を証明する至宝を景品扱い、それは許せないわね。許せないならどうするってんです。まさか飛び入り参加で俺たちと戦いますか。赤野さん、二人のデートを邪魔しちゃかわいそうだよ。あら、次郎さん、この二人をやっつけてくれたら。本当に許せ、二人とも。飛びたけ次郎、君たちの前に立ちふさがらせてもらう。敵に背を向けろとの快速は我が国なし。行くよ、ケイちゃん。おい。
秒で潰せるかな。あっとせーだねー、ぶっ飛べ。どこぶっ飛べ。何だせーの。あっとせー。まだ大丈夫。あっとせーだねー。くっくっくっ。一言で乗れ乗れ乗れ。あの人だね。あれ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 まだまだ足りなくないな。あれあれあれあっと玉か。乗れ。あっと乗れ。敵となったら容赦ゼロだな。ミオンが敵なくてよかったぜ。本当お二人の熱愛ペアもさ、私たちのペアにはかなわなかったね。私とケイちゃん相性バッチリ。やっと行きました。お二人とも見てましたよ。なんか誤解を招く言い方で嫌だな。何もやましいことはしてませんよ。さっきの乱闘騒ぎを見させてもらったぞ。事情を聞かせてもらおうか。乱闘も何もあの程度我が部じゃ日常茶飯事だしね。いや、むしろ今日のは2対2で4人だからまだマシな方だな。普段なら5人でもっと立ちが悪い。あなたたちは去年のお祭りでも騒ぎすぎて村長さんに怒られてるじゃないですか。いやあれはさすがに悪かったなぁと。少し反省が必要そうだね。署まで来てもらおう。おい、ミオンどうするんだよ。部活は継続中に決まってるじゃない。ここでしょっちかれたら負けになっちゃう。ここは一発蹴散らすよな。あはは。まあ素直についてきてくれるはずもないですな。赤坂さん、ちょいと手荒に行きますよ。上等だぜ。手荒なやり方は大歓迎だ。行くぜ。見よう。言われるわけがないから。
俺の番だぞ。なかなか。そいつはトーラにやられたらすみません。ガッまだまだこれからですよ。しまって飛べ飛べ。すぐだ。そいつはトーラ。そいつはトーラ。聞いてるよ。うわ、どうしたのこんなところに。ミオンがようやく惚れた男に思いを打ち明けたって言うじゃない。だから母さん、どんな男か見に来ちゃったのよ。月は和洋どっち、子供は何人。初対面だけど当てるぜ。ミオンの母ちゃんだろ。進化のね、家庭だな。おい、先代も先々代もみんなこうと聞いております。で、あんたが噂の前原圭一君だね。うちのミオンを一生幸せにできる自信は終わりかい。ちょっと待ってくれ。どうしてそういう話に。とにかく母さんは帰って、話がややこしくなる。もうじれったいったりありゃしまい。そんなんじゃこのザッケを任せられないね。好きな男くらいガツンとかさらってみな。おいでかさい、二人の愛の絆を試してやるよ。僭越ながらお覚悟を。くそ、お前の親だけどいいんだな、いいんだな。行くよケイちゃん。もう母ちゃんのパパ。さーて、何秒で潰せるかな。あったれー。それは甘いね。あったれー。やるよ。問題ありすか。私をここまで追い込むから。初の口なんだ。ここまで追い込む。少し時間をします。
まだまだいけるって。これどれ、ぶっ飛べ恥のすりだらけ。あっさん、あとは若いお二人に任せて解散しましょう。ちょっとカッター、引っ張れてないよ。あったく、シオンのやつ、俺たちのコンビに乾杯したんで痛んでやがるんだな。でもよ、恨まないでほしいよな。くじ引き次第じゃ俺がシオンと組むことだってあったのによ。偶然じゃないんだよ。え、偶然だろ。だってみんなで仲良くくじ引きをしたじゃねえかよ。Aちゃんと一緒になりたくて、いろいろインチキしたんだよ。そんなの言えない。なるほど、くじ引きでインチキをしていたのは。リカちゃん、レナも。レナたち、何も悪いことをしてないのに突然大石さんに逮捕されちゃったんだよ。だよ、黒幕はお前たちだとか言われた。どうしてかな、かな。ミオンが気絶中の大石さんに吹き込んだやつ。そうか、どうしてだろうな。そりゃ怪難だったな。せっかくトゥアラズの長玉というおもちゃを用意して色々と遊ぼうとしたのに、ペアを選ぶくじ引きで意識をされたのは強座のね。え、インチキ、お前くじ引きでインチキなんてやってたのか。どうしてインチキなんかするのかな、かな。お前の決めた予定調和など面白くもなんともない。くじ引きのインチキの責任たがなってもらうんだ。ちょっと待てよてめえら、さっきから寄ってたかって俺の相棒をインチキ扱いかよ。ええ、ミオンはペアを決めるくじ引きでインチキをしたからね。そんなわけねえな。ミオンは確かに勝つためならどんなどぎたねえ手でも使うやつだが、くじ引き程度でインチキをするやつじゃねえ。ケイちゃん聞いて、私、ミオンはインチキなんかするようなやつじゃねえ。違うの、ケイちゃん。私したの、インチキしたの。認めたわね。私の遊びを怪我した代償を払ってもらいましょう。みーちゃんのインチキ、インチキ。でも、レナたちは負けないかもね。インチキだったらどうだったんだ。ミオンが俺を選んだってことは、俺と組みたかったってことだろ。なら俺は、どういう方法で選ばれようと、ミオンの相棒だ。だったらミオンの敵には、容赦しねえぜ。レナも容赦しないんだよ。かわいいオットセイさんをお持ち帰り。ケイチくんの
カフェさんのお持ち帰りしてあげるからね。さてミオ、お前が言ったろ、俺たちは最高の相性のペアだ。一気にケリをつけて優勝をさらんぞ。リカちゃんもレナもかかってきな。分かってるだろ、こいつは部活だ。何があってもなくても恨みっこなしだぜ。かかってきやがれ。なあミオ、なんでわざわざ俺と組みたかったんだ？それは優勝したかったからだよ。決まってるじゃん。ははん、まあな、俺と組めば優勝は間違いなしだもんな。あはん、もうお姉ってばイライラする。そこで告白だ。立ち止まったよ。ようやくミオンが告白するよ。あのケイちゃんさ、二人で優勝したんだから
商品のこれ半分こしようよ。だって半分こしたら俺たち、その、でも二人の優勝だし、私が二個とももらっちゃう悪いし。もう何をまどろっこしい、早くガバッと告白するんだよ。なあミオ、そういう怪しい力でその結ばれるってのはさ、なんかその邪道っぽくないか。それでその好きになってもらっても本当の気持ちじゃないっていうか。いけー、そこだおね。一度しか言わないよ。あたし、ケイちゃんのことが好き。今なんて。私、ケイちゃんのことが大好きなの。本当だよ。あれ、おいミオ、お前白い落とせはどうしたよ。あれ、どこ行っちゃったんだろ。あった。ってことは、今の告白は俺が白を持ってミオンが赤を持ったからなんだな。すげえご利益だな。一瞬本気にしそうになっちゃったよ。待ってよ、ケイちゃん。そんな、カサレ、今度あの鈍感野郎の口こじ開けて赤い方のオットセイをねじ込んどいてやんな。へい、必ず。これ式のことでくじけんな、おねえ。